ホリエモンに学ぶ飲食店ビジネス。はい、こんにちは。今日ですね、ホリエモンのホリエモンことホリエモン高上さんの飲食店ビジネスをのあれですね、実際にやってみた場合っていうのをちょっと考察してみたいんですよね。で、まあ何回かホリエモンに学ぶ飲食店ビジネスっていう動画撮ってるんですけど、実際にやはり今は、まあ、飲食店はオンラインにとテイクアウトっていうのを使いこなしていくっていうことがやはり今の主流だと思うんですよね。もうそういう方向になってて、これからそっちに切り替えていかなきゃいけないと、それは間違いないと思うんですよ。で、あともう一点ね、ホリエモンがたまに言ってるんですけど、飲食店ビジネスでもなんかアパレルやったらどうかみたいな、 T シャツ売ったりとか、その洋服売ったりとかね、いうのをやったらいいんじゃないかっていうことをツイッターとかね、いろんなとこで、まあ、ホリエモン言われてるんですよね。で、飲食店の、まあ、オンライン化とか、あとテイクアウト、これは間違いないと思うんですよね、これから。だけどね、この T シャツとかアパレルに関してはね、相当うまくやんないと、正直実際やっても売れないと思うんですよ。あ、飲食店のね、例えばホリエモンぐらい知名度があって、和牛マフィアとかねやってて、そういうところのなんかブランドっていうか T シャツだったら売れるかもしれないんですけど、まあ普通のところの飲食店が T シャツとかパーカーとか売っても正直売れないパターンのが多いですね。もちろん、まあ、やり方が悪いとかね、そういうのはあるとは思うんですけど、でもまず難しいです。それだったらまだね、オンラインとテイクアウトに力を入れた方がいいですわ。そっちに全力投球の方が。実際に、まあ、ホリエモンのその発信見てか見ないか分からないですけど、やってるとこ見たことあるんですよ。 T シャツ売ったりとかパーカー売ったりとかね、ラーメン屋さんとかで、今ラーメン屋で T シャツ売ってますとか。基本的にやっぱね、あんまり売れてないですね。さんさんたる感じでした。まあでもね、よくよく考えてみればそれはそうなんですよ。特に知名度のない飲食店が、ラーメンとか飲食店とか飲み屋で T シャツとかパーカー売っても、客ここに買おうって思わないですよね。だってそれだったらユニクロで買うよって思いますよね。ユニクロとかザラで買うよって、そっちの方が本物だし、本当のアパレルじゃないですか。うん、だからある程度ね、ブランドの流し入れてる飲食店じゃないとアパレルは多分売れないと思いますね、普通のところがやっても。実際にそういうふうにやってるところ見たことありますけど、やっぱ売れてないですね。だからホリエモンが推奨するその飲食店ビジネスってすごいいいと思うんですよね。かなり計算されてるし、まあ、実際ホリエモンも和牛マフィアで成功してるし、オンラインとかね、テイクアウトってやっぱもう絶対なんですけど、アパレルに関してはね、ちょっと普通のところをやっても多分難しいですね。かなりアパレルは相当難しいです、飲食店やっても。ラーメン屋行って T シャツ売ってても買おうと思いませんもんね。だってそれよりうまいラーメン作れって思っちゃいますよ。だから基本的にはこの点に関してはあれですね、ちょっとどうなのかなっていうのは個人的に思うところですね、実際のところ例も見てて。はい、なんでまあ今飲食店ビジネスやる人、これからやられる人はもうテイクアウトとオンラインを徹底的に磨き上げることで、オンラインはもうとにかくハードル低くする。もう LINE でもいいし、なんかもう注文も絶対その分かりやすくやりやすい形式にしなきゃダメですね、うん、たまに、まあこれ何回か言ってるんですけど、ファックスでやってるとこがあるんです、注文を。ファックスはダメですね。ファックスだとハードル上がっちゃうと思うんですよ。ファックスで注文ってなった瞬間にもうめんどくさいなってなっちゃうと思うんで、やっぱりオンラインで、オンラインのそのメールとかね、
そういった、まあ、電話でもいいですけど、なるべくハードル低くするってことですね。すごい重要なポイントは。で、テイクアウトは、まあ、あれですね、弁当ですね、簡単に言うと。弁当みたいな感じにして、うまく利益を取るようにっていうことですね。弁当でも弁当の良さがあるんで、例えば定食屋さんで弁当にした場合、ね、味噌汁まではつけなくていいとかね、あと洗い物もなくなったりとか、あとね、ご飯おかわり無料とかやってるとんかつ屋さんとかはね、そういうのはご飯おかわりできなくなるから経費が浮くじゃないですか。そういうところでテイクアウトにした方が経費が浮く方法とか、テイクアウトならではの良さってあるんですよ、店側のね。なんでそういうところで利益取っていってるところは現にありますので、あるし、むしろそういうところはね、今の状況が変わってきてももうテイクアウトになっちゃうかもしれないですね、もしかしたら。で、なんかのね、ツイッターで、まあ、ホリエモンがリツイートしたんですけど、今後状況が変わってもテイクアウト、店で食べないっていう人が7割っていうデータがなんかあったんですよ、ホリエモンがリツイートしてるなんかのデータに。だから今後はもう店で食べるっていう文化自体がかなり少なくなっていくと予想されるんですよね。うん、だから、まあ、やはりもうテイクアウトでいかに利益を出していくか、いかに客の満足を高め店側の利益も出るかっていうことに注力してやれば、まだこれからも勝てると思うんですよね。で、テイクアウト専門にすれば店もそんなに広くなくていいだろうし、別に厨房と会計だけあればいいんで、あとそんなに人も雇わなくていいと思うんですよね。さっき言ったような洗い物も出ないですね、あんまりこう大変じゃないんです。あとお茶を出したりとか、なんかお客様に呼ばれて行ったりとか、そういうこともなくなるんで、結構ね、テイクアウトをうまく移行したところってむしろ店内の状況とか店員さんの状況を見ると楽そうですよ、結構。うん、あんまりごちゃごちゃしないじゃないですか、客に自由に入ってるとかそういうことがないんで、常に弁当を待ってる客、お客さんだけですから。なのでこれからもね、そういったことを使いこなせば勝機はありますね。ただし今回のちょっと動画で特に言っておきたいのが、ちょっとね、アパレルっていうのは普通の、なんだろう、そんなに知名度のない店にとっては相性が良くないかもしれませんね。正直やっぱり今ユニクロとかザラですごくいい質のいいものが安く簡単に手に入るじゃないですか。ユニクロなんかいろんな駅にあるし、ね、安いし質もいいし、最近ではおしゃれっていう面でもかなり力を入れてきてるんですよ。だからアパレルが、あ、飲食がアパレルをやってっていうのはちょっとね、再現性があんまりないかなっていう気はしますね、正直。はい、はい、ということでね、今日はホリエモンと飲食店ビジネスシリーズでしたね。それをやりました。何かね、コメントとかありましたらしていただければなるべく返すようにしますし、またいいね、チャンネル登録もしていただけるとモチベーション上がります。ありがとうございました。